ボンネットを髪型に開くことでエンジンルームに容易にアクセスができるいくつかのボンネットには内部のエンジンやエアクリーナーケースの形状に合わせたパワーバルジが備えられておりボンネットの美観を高めることができるボンネットとは自動車のエンジンの上に備えられたヒンジ式のカバーである英語圏ではエンジンフードやエンジンリッドの名称も用いられるが 日本では一般的にボンネットの名称が用いられる。英語圏でもアメリカとイギリスで用語が異なる理由としては英国の用語ではフードとは乗員が登場するキャビンの屋根にかぶせられた布製のカバーのことを示すためである。1930年代から1940年代までに作られた自動車ではキャビンの屋根であるフードとエンジンルームの蓋であるボンネットは 構造上も、その機能的な位置づけも類似していて、悪く言えば両者ともただの大いに過ぎない存在であったため、必要に応じて開閉と同時に取り外すこともできた。近代的な自動車では、両者は大いという元の目的そのものは同じであるものの、空力特性の改善、キャビンの機密性の向上、エンジンルーム内の保温性、または排熱性などの様々な機能性を持たせるために、 ボディと一体化して特化した機能性を持つ存在となり、もはや両者は構造上は類似性が見られないものとなっている。乗用車ではボンネットは内側に隠されたラッチによって固定されている場合がある。アフターマーケットパーツとしてのボンネットを装着したモータースポーツ競技専用車両やチューニングカーではボンネットはボンネットピンによって固定されている場合がある。ボンネットには ウィンドウウォッシャー噴射口のほか、フードクレストマーク、エアスクープ、パワーバルジなどが備えられる場合がある。特に、エアスクープは、インタークーラーや、ターンフローエンジンのインテークマニホールド、冷却フード入り口、エンジンルームからの熱風排出口、エアクリーナーボックスへの吸気口、あるいは単なる装飾目的でのダミーダクト装着まで、様々な目的で取り付けられ、 その車両のスポーティイメージの向上としても利用される。ボンネットは通常、ボディと同じく鉄鋼で作られることが多いが、近年では軽量化の目的から、アルミニウムも急速に自動車製造メーカーの中で採用が広がっている。アフターマーケットパーツメーカーの間では、FRP、ウェットカーボン、ドライカーボンなどの繊維強化プラスチック製のボンネットが製造されることもある。 写真右上、運転席下部に設けられた、ボンネット開閉レバーボンネットは、通常、室内からワイヤーで連結されたレバーを引くことで、ラッチを解除し、ゴムシールがボンネットを押しのけることでわずかに開き、あとは、人力にてボンネットを押し上げる構造をとっていることが、多い。ラッチは一種の二重ロック構造となっており、レバーを引いて、ボンネットがわずかに開いた際に一度ラッチの爪に引っかかって、 停止するため、開いた隙間に手を入れて、ラッチを手動で再解除することで完全に開くことが可能となる。これは、走行中などに何らかの理由で、ドライバーの意図しないタイミングで、ラッチが解除されてしまった場合、風圧で完全にボンネットが開いて、ドライバーの視界を奪う危険な事態が発生することを、ある程度予防する効果がある。ボンネットを完全に開いた後は、 何らかの方法で開いた状態を保持する必要がある。かつては金属製の突っ替え棒状の指示棒で保持する例が大半であったが、欧州車を中心にボンネットヒンジ部分にスプリングを用いて開いたボンネットを自動保持する構造が採用され、はじめ、後にはハッチバックなどのリアゲートにも用いられるガスダンパーがボンネットダンパーとして採用されるようになった。ボンネットダンパーは スプリング構造のような複雑な部品構成を必要としない反面、経年劣化によりガス抜けなどで保持力を失ってしまうことが欠点である。日本車ではトヨタクラウンなどの高級車に限られる。アフターマーケットパーツとしての繊維強化プラスチック製のボンネットの場合、ボンネットダンパーの圧力に部材が耐えられず破損の原因となることがあり、また、 極限の軽量化を図るために、金属製の内蔵が出し棒すらも廃する場合もあり。こうした場合、ボンネットを開いた際には、ドライバーや整備士は、ボンネットのヒンジ付近に、木製や金属製の突っ張り棒を直接当てがうことで、代用としている。ボンネットの開く方向はその車体のデザイナーの趣向、あるいはパワープラントの設計者の趣向に完全に依存しており、キャビン前方に、 エンジンが置かれるレイアウトにおいては、キャビン側にヒンジが置かれ、車体前方から後ろに向けて開くアリゲーターボンネット、車体前方側にヒンジが置かれキャビン側から車体前方に向けて開くチルトボンネットのいずれかが大半である。どちらのレイアウトがより優れているかは統一された。見解は存在しないが、ボンネットのレイアウトによって、エンジンルーム内の整備性の優劣は大きく。 左右される場合はある。一般的にアリゲーターレイアウトの方が整備性はより高くなり、チルトレイアウトの方が走行中に突然ボンネットラッチが破損、故障などで解除された場合のリスクはより小さくなる。稀にシコダラピットのようにフェンダー側にヒンジが置かれ車体左側から右側に向けて開く特殊なレイアウトも見受けられる。情報写真のサーブソネットのように フェンダーも含めて、フロントのボディ全体が開く場合もある。プライベーターによるチューニングや、カーエアコンをかけた状態で長時間顧客待ちを行う、ハイヤーの場合、しばしばエンジンルーム内の換気性向上、およびラジエーター冷却能力補助の目的で、アリゲーターレイアウトの場合には、ボンネットヒンジとボンネットの間にスペーサーを挟み込み、チルトレイアウトの場合には、 ラッチの金具そのものを浮かせることで、ボンネットの後方を数センチ程度ボディから浮かせる手法が行われる場合がある。このような手法は、エンジンルーム内への雨水の侵入が防げなくなり、不適切な思考を行った場合には、ボンネット自体の開閉性に悪影響を与えるデメリットはあるが、走行中の換気性能の向上は一定程度見込むことができる。 クラッシャブルゾーンも参照日本とヨーロッパでは近年になって自動車人身事故の際にボンネットによる歩行者の頭部外傷の度合いに限度を設ける規制が実施されている。そのためこれらの国では近年ではボンネットに何らかの突起物を設けたり鋭角的なボディラインを描くこと自体が避けられている傾向がある。こうした規制の中でフードクレストマークが一時的な衰退を見せ フェンダーミラーやガラス製ヘッドランプ、リトラクタブルヘッドライトは姿を消していくことになった。しかしながら、これらの規制は、より高度なボンネットデザインの開発に寄与している。マツダ RX-8 などいくつかの車両では、ボンネットの内側に特殊な形状のインナーパネルを貼り付けていることで、歩行者への外傷を最小限とする工夫がなされている。 さらに、日産自動車が2007年から、ポップアップエンジンフードというバンパーに内蔵されたセンサーが、歩行者との衝突を検知すると、コントロールユニットが、火薬式のアクチュエーターを作動させて、エンジンフードの後端を持ち上げて、その下の部品との空間を広く保ち、歩行者の頭部への衝撃を緩和する装置を一部車種に、搭載している。2012年に登場した、ボルボ V42 は、 量産車世界初採用として、歩行者用エアバッグを搭載、7つのセンサーを用いて、時速20から5 0トルの速度域で歩行者と衝突した場合に作動し、ボンネット後端からエアバッグが展開する仕組み。日本特有の故障事情として、いわゆる3ボックス内し2ボックスの車両の、キャビンの前方に配置されたリッドは、エンジンフードでなくともすべて、 ボンネットと呼ぶ状況がしばしば見受けられる。これは特に自動車業界に関わっていない一般人の間で広く見られる傾向であり、新規格系トラックに多く見られるセミキャブオーバーの前車軸上のフロントリッドやトヨタイム R2 などをはじめとするミッドシップ車のトランクリッドも一括してボンネットと呼ばれる場合がある。逆にエンジンフードとして機能する蓋は車体のどこにあっても、 どのような形状であっても一括してボンネットと呼ばれる場合もある。キャブオーバーの大型トラックの場合にはエンジンがキャブの下にあるためボンネット自体は存在せず、シルトキャブと呼ばれる機構でキャビン全体を斜め前方に跳ね上げることでエンジンの整備を行う。小型トラックや軽トラックに多いシルトキャブを持たないキャブオーバートラックの場合、 その多くは座面を跳ね上げたり取り外したりすることでエンジンの整備が行え、この座面がエンジンフードを兼ねていると言える。軽トラックの中でもミッドシップを採用するホンダアクティは荷台のネジ止めされた金属製の蓋を開けてエンジンにアクセスする仕様である。このようなネジ止め式の蓋はリアエンジンを採用するスバルサンバーにも見られるが、 サンバーの場合にはさらに下ヒンジのバンパー自体を後方に開けてエンジンにアクセスできる仕様となっており、バンパーがエンジンフードを兼ねているとも言える。またフロントエンジン車でも DC51T、DD51T 型鈴木キャリーのように、キャブ床と荷台の両方にメンテナンスリットを備える例がある。なお 4WD の DD51T はエンジンそのものが、 フロントミッドシップと言えるほど後方にあり、ここを開けないとエンジン後部へのアクセスが非常に困難になる。オートバイの場合にはエンジン周辺、または車体全体にフェアリングを備える車体、例えばツアラーの一部や多くのビッグスクーターにおいて、フェアリングの一部やメットインスペースの内部にエンジン整備用のメンテナンスリットを備えている場合がある。アメリカ英語で言うトップ。 オープンカーのホロと同義と考えても良い。この車種はリアエンジンのため、正確にはエンジンフードではない後に簡易な稼働構造とすることで、再び勢力を盛り返している。RX-8 の衝突安全性能、主にウィンドウボッシャー液補充やラジエーター整備のためなどに用いられるトランクの蓋。ありがとうございます。